スにパーティーか。いいな、楽しそう。お客さんを呼んでライブもやるんだよ。新曲もそこで披露することになってるんだ。へえ、それは豪華だね。そういえば、パーティーとライブってどこでやるの？心ちゃんのお家のお庭だよ。黒服の人たちにお願いしたら、あっという間にステージを作ってくれたんだ。お家のお庭でライブしちゃうの？うん、心ちゃんのお家ってすごく広いから。はあ、考えることのスケールが違うな。私たちにはちょっと想像できない世界って感じだね。どんなパーティーとライブになるかすっごく気になるけど、その日はパスパレのお仕事があるんだ。無理しないで大丈夫だよ。クリスマスはサンタさんだけじゃなくて、アイドルも大忙しだもん。お仕事頑張ってね。ありがとう。でもサンタさんを笑顔にしたいだなんて、心ちゃんたちってすごいこと考えるね。そうだね。ただそれを聞いた時、私も素敵だなって思ったよ。ずっと子供たちの笑顔のために頑張ってくれてるサンタさんに恩返しができる気がして。そういう風に自然と思えるなんて、やっぱりカノンちゃんはハロハピだね。うん。それと小さい頃からクリスマスになるとサンタさんのためにクッキーとミルクを用意してたから、自然にそう思えたのかも。クッキーとミルク？海外では割と一般的な風習なんだけど、クリスマスの夜にクッキーとミルクを枕元に用意してサンタさんをおもてなしするんだ。へえ、そんな風習があるんだ。なんだか素敵だな。ちなみにそのクッキーとミルクって朝になるとどうなってるの？プレゼントを届けに来てくれたサンタさんが少しだけ口をつけて帰っていくの。だから朝になるとクッキーとミルクが少しずつ減ってるんだ。なるほど。きっとサンタさんもクッキーとミルクをごちそうになれて喜んでるだろうね。私がサンタさんだったらすっごく嬉しいと思う。おお、カノンちゃん、どうしたの？あ、うん、あやちゃんの言葉を聞いて思ったんだけど、パーティーの日に参加してくれた人たちみんなにもクッキーとミルクをプレゼントしたらどうだろうって。私の両親も来てくれるみたいだし、そうすればたくさんのサンタさんにクッキーとミルクを振る舞えるよね。それいい。いいよカノちゃん、みんな絶対喜んでくれるよ。そうだったら嬉しいな。あ、でも飲み物があると帰るとき大変かな。確かにカバンに入れるわけにはいかないし。あ、それならミルクをたっぷり使ったミルククッキーはどうかな。ミルクとクッキーが一緒になってるから持ち運びも楽だと思うよ。わあ、それいいと思う。あやちゃん、ありがとう。そうしたらクリスマスまでにたくさん作っておかなきゃ。頑張らないと。ねえカノンちゃん、心ちゃんのお家ってすごく広いんだよね。あ、そうだけど、さっきの話だとお客さんもたくさん来そうだし、カノンちゃん一人で作るの大変じゃないかな。もしよかったら私にも手伝わせてくれない？いいの？もちろんだよ。実はカノンちゃんのお話を聞いて、私もサンタさんにおもてなししたくなっちゃった。今年のクリスマスはカノンちゃんと一緒に作ったミルククッキーを枕元に置いておくんだ。あやちゃん、それじゃあ一緒に作ろう。うん、よろしくね。あ、お客さんだ。いらっしゃいませ。お疲れ様です。今お一人ですか？実はサークルの皆さんに渡したいものがあって。あ、これなんですけど、ミルククッキーです。この間アロハピのクリスマスライブがあったんですけど、そこに来てくれたお客さん
ですよ。私だけじゃなくて、あやちゃんにも手伝ってもらってたくさん用意しました。実はこれ、アロハピからのクリスマスプレゼントではなくて、サンタさんへのお礼のつもりで作ったんです。サンタさんには子供の頃からたくさんプレゼントをもらいましたから、少しでもお返しができたらいいなって。それでサンタさんの好きなミルクとクッキーを合わせてミルククッキーにしてみたんです。会場にはたくさんのお父さんやお母さんがお子さんと一緒に来てくれていましたから、そんな誰かのサンタさんに私たちなりのお礼ができたらなって。もちろんうちのお父さんにも感謝の気持ちを込めてクッキーを渡しました。そしたらお家に帰ってもまだ食べてなくて、せっかくなので家族みんなで食べたんですよ。自分で言うのもなんですけど、美味しくできてると思います。うちのサンタさんもとっても美味しいよって喜んでくれましたし、子供の頃からクリスマスは大好きでしたけど、今回のことがあってもっともっと好きになりました。あの、私思ったんです。美味しいものを食べたりプレゼントをもらったりするのも嬉しいですけど、もしかしたら大好きな人と一緒に過ごす時間というのが最高のクリスマスプレゼントなのかもしれないなって、なんて少し大げさですかね。アロハピのみんなと一緒にいるから映っちゃったのかも。すみません、一方的に話しちゃって。あの、そのミルククッキー休憩の時にでも食べてください。コーヒーや紅茶にも合うと思います。いいんです、受け取ってください。皆さんにはサンタさんみたいにいつもお世話になってますし、優しくしてもらってますから、食べ終わったらぜひ感想を聞かせてくださいね。それでは失礼します。